セブンデイズプーダイアルファ19。ゆっくり実況。始まるよー。皆さんこんにちは、霊夢です。よー、マリサだぜ。本日もご視聴ありがとうございます。アルファ19シリーズ37本目の動画になります。毎度のご視聴感謝だぜ。さあ今日は何をしようかしらね。防衛拠点を作り始めんだろ。そうなんだけど、拠点を作るのは夜からでもいいかなと。じゃあ昼間はシャムエイ攻略でよかったんじゃね。ブラフ前にあんなでっかい建物入って、私に万が一のことがあったらどうすんのよ。ん？そんじゃやっぱ拠点を作ればいいだろ。昼間に建築作業すんのってもったいなくない？ああ、それを言いたかったのか。まあ昼間の方がトレーダーも空いてるし、ゾンビも走んないからリスクは低いわな。そそ、視聴者様方にとっても、明るい方が見やすいでしょ？でも本当はビビってるから入りたくねえんだよな。ビビってないわよ。ブラフ前にリスクを取りたくないっての。はいはい、そういうことにしといてやるぜ。ビビってないし。じゃあそろそろ本編始めるぜ。ゆっくりしていってね。で、結局これからどうすんだ？とりあえず前回行けなかったジョエルのお店を覗きに行きましょ。こんな時間に叩き起こされるブラさんも気の毒だな。もうすぐ6時だもん。今頃朝ごはん食べてるわよ。相変わらずこっちは暑いでー。この車ってクーラーが効かないのが残念よねー。吹きっさらしだもんな。雨の日はどうするのかしらね。てかこれ作ったのお前だろ。なんでフォローつけなかったんだよ。ああ、そういえばなんか設計図にそんなことも書いてたんだけど、防水シートになる素材を使うのがもったいなかったのよね。そのせいで私があれ取り来た。霊夢銃は使うなよ。ここじゃジョエル撃っちゃうかも。ナイスバッチング。はあ、部屋の中まで入ってくるなんて、変態レクトもなりふり構わずだぜ。今のはレクトのドローンじゃないかも。バットでフルスイングしちゃったのに爆発しなかったわよ。そういやそうか。いや、偵察専用機かもな。さすが本店ね。まあまあいいもの置いてるわよ。何買ったんだよ。団体改造パーツって、リロードが速くなるモッドでしょう。それとナイトストーカーシリーズの7巻。チリ缶と真鍮を少しと、あとは手榴弾の設計図。これも欲しかったのよねー。お前パイプボムは作れるだろ？パイプボムよりもこっちの方が威力が高いのよ。接触型手榴弾もだいぶ前に作れるようになってるけど、あれは扱いが難しかったでしょ？ああ、思い出した。最初の防衛拠点で誤爆させまくってたな。はは。投げ込む穴が小さいとどうしても縁に当たっちゃうのよねー。てかお前は基本的に爆発物の扱いには向いとらん。何回私を火炎瓶で黒焦げにしたんだよ。まあそんなこともあったわねー。ちゃんと消してるからいいじゃない。消しゃいいってもんじゃねえんだよ。あ、ほらほらこれも欲しかったのよ。またごまかす気かよ。違うわよ。この本、これを読めば真鍮に困らなくなるらしいのよ。ああ、前々回に言ってたやつか。ドアをぶっ壊せば真鍮が取れるんだって。うれちいい。行く先々でドアを破壊しまくらんといかんな。あ、これって鉄の扉よりも、木製の扉の方が壊しやすいから効率的なのかな？取れる量が同じなら断然そうなんじゃね？じゃあビルなんかよりも一般住宅に行った方が早く集まりそうね。まあそうだな。ビルの扉は大概鉄皮だもんな。あとスキルとかにも影響されるかもしれんぞ。ああ、それで思い出した。スキルポイントを振るつもりだったわね。ラッキーな略奪者だっけか？そそ、先に企画特性を一個上げないといけなかったはず。ポチッと押してー。で、これか。それで真鍮も増えそうか？取得量を増やすのは一番下の回収作戦を上げないといけないかも。そうか。ラッキーな略奪者は、いいものが出やすくなったり広いものに効果があるスキルだっけ？じゃあねー、ジョエルー、また来るわねー。またな、グラさん、ドアの前にタレット配置しといた方がいいぜ。鳥が来たのは私たちのせいなんだけどねー。で、次はどうするよ。そうねー。まだ7時半だから南のジェンネイさんとこまで行ってみる？おーいいな、だいぶ尻痛も治ってきたしな。あんたのお尻がお世話になりましたってね。別人格みたいな言い方すんな。しかし、いちいち変態の館を避けてくるのも手間よねー。まあなあ、でも安全第一だろ。あ、その軍事基地ってのは前から気になってたんだが、そこは行ってみんのか？そうねー、こんな時じゃないとなかなか寄れないもんね。わかったわ、ついでに寄ってきましょ。基地ならなんか武器が出るかもしれんしな。着いた。軍事基地といっても割とこじんまりした施設なんだな。まあ小さいけど、多分軍人ゾンビがいるからあんたも気をつけなさいよね。あやい。横から入った方が楽かな。そうだな。なかなかリアルなトラックだな。サビまくってるけどねー。こいつも帰りに解体していこうぜ。何回そうか？異常なし。あ、でも犬小屋があるわね。ここは診療所っぽいわよ。寝てるやつがいんな。こっちには尻が。ファイエル。おぉ、仕返しに来やがった。これは別の犬。
バハハハ。この子の腐肉もありがたく使わせてもらうわよ、ナムナム。おお、バネ取り放題よ。そういやその衝撃ドライバーも品質が上がってんな。うん、一段階だけだけどねー。これだけでもちょっとは速くなってるわよ。みたいだな、動きが速いぜ、うひ。そういやドアの解体も忘れんなよ。そうだった。どうも地下施設とかはないっぽいわね。でもお宝部屋くらいは大体どこでもあるんだろ。残りの部屋はここくらいなのよねー。お、見っけ。ゾンビもいねえんじゃね？いないわね。上か。いるじゃんかよ。また騙された。お、でもうまいこと隔離できたな。そうねえ、ショットガンぶっ放すわよ。おう、いつでもいいぜ。行くわよ、おう。ファイエル、おま。万全の体勢で外すんじゃねえよ。ちゃんと後ろのゾンビには当たってるわよ。手前の体を折ってんだよ。もう、ちょっと手元が狂っただけでしょ。ちょっと狂っただけでボコボコにやられちまうだろ。所詮は雑魚ゾンビだっての。前回の放射能ゾンビとは違うわよ。お前は私らもう1ヶ月もこの世界にいるんだぜ。あんな至近距離で外してんじゃねえよ。あんた使ってないからわからないでしょうけど、このショットガンの重心が曲がってんのよ。さらっと嘘つくな。それにしてもスキルを上げたのに大したものは出ないわねー。だな、その砲台パーツくらいかめぼしいもんは。まあ今回はジェン姉さんとこ行くついでだもんね。ここに立ち寄ること自体が目的だったでしょ。そりゃそうだけどお前もちょっとは期待してただろ。あ、じゃあもう一個の軍事基地にも寄ってみる？また同じ建物なのか？いや、また別の建物よ。そっちの方が本格的な基地ね。てか、前に一回入り口だけは覗いたことがあったんだけど。覚えてねえなー。トレーダーを探してさまよっていた時なんだけどねー。あ、22時を超えてから見つけた基地か。ゾンビが走り出すからって探索をやめたんだったな。そそ、あそこ。あそこだったらもっといろいろ出るかもしれんな。次こそ軍人ゾンビがメインになるでしょうけどねー。こんちは、来たでー。伊予先生、この間は私の尻が世話になったぜ。おかげですこぶる調子がいいって。トイレで座っても尻が痛くねえんだぜ。あ、あんたそんなに痛かったの？そう言ってただろ。それなのにずーっと藁ブロックに座らせやがって、尻に藁の跡がついてたんだよ。そりゃ悪かったわね。まあそれも車に乗り出したら治ったんだけどな。カブちゃんの悪口言われてるみたいで複雑だわ。お前の無神経さを言ってんだよ。あ、話しながら見てたからパイプボムの設計図買っちゃった。何やってんだよ、貴重な金を無駄にしやがって。いくらしたんだよ。多分1000ドルくらい。バッキャロ、ジョエルチェーンの買い値は売り値の10分の1だろ。返品してもうぞんじゃねえか。ごめん。まあ間違っちまったもんはしょうがねえ。こういう時のマリサ商店だぜ。あんたまた悪い顔になってるわよ。そんなことねえぜ。ただわがマリサ商店でちょっと上乗せして売るだけだぜ。また 2000% 増しで自販機で売るつもりなのね。ごめんね NPC の人、この悪魔を止められなくて。あとはこのラッキーな役立つ者シリーズの2巻かな。いいんじゃね。このシリーズのコンプ報酬って何なんだ。ね、確かゾンビがお土産を落としやすくなるスキルをもらえるんだったような。ふむふむ。I hope you come back and see me sometime. またねー、ジェン姉さん。ありがとよ、また来るでー。次の軍事拠点ってどっち方向なんだ？行くのはいいがあんまり遠いと帰るのに時間がかかっちまうぜ。あれだぜ、鳥だぜ霊夢。もう、この、この、このクソハ。しつこいなこいつら、まだいる？見えねえが鳴き声は聞こえたぜ。どこ行った？わかんねえがさっさとずらかろうぜ。その方が良さそうね。霊夢右だ。ああもうこいつ、後ろ。銃はやべえぜ、爆発したらどうするよ。思わず撃っちゃった。てかこいつらもドローン、レクトのテリトリーからは結構離れてるわよ。あ、ほらこれってただの鳥よ。マジか、じゃあちょっと安心。何が安心なんだよ、まだ何匹も飛んでるぞ。自分でボケて突っ込んでんじゃないわよ。マークスマンに任せろよ。マークスマンくんじゃ相談数が4発しかないもの。あんなに動いてるんじゃ荷が重いわね。じゃあどうすんだよ。そもそもこれって何の襲撃だよ。多分お散歩フォードじゃないかしらねー。上ばっか向いてるから首が痛くなってきた。あんたまんじゅうなのにどこに首があんのよ。でもどうしようかしらねー。こいつらなかなか降りてこないのよねー。尺もないし構ってられねーな。かといって放っておくと襲ってくるしねー。あ、そうだ。あんたおとりになってよ。私かよ。
私が車の陰に隠れるから、あんたその道端で寝っ転がっててよ。そんな提案は普段私がお前にするんだがな。多分今のあんたなら美味しそうに見えるわよ。めちゃくちゃ言ってんな。絶対外すなよ。いいか？絶対だぜ。ああ、外しまくっちゃうじゃねえよ。この車当たり判定がどこまであんのよ。しっかり狙いこの下手クソ。誰が下手クソですって、その目を広げてよく見てなさいよ。セルド霊夢早く撃て。ファイエル。今のまぐれ当たりだろ。ちゃんと狙ってるわよ。お？逃げた？ざっとこんなもんよ。珍しく鳥が諦めただけじゃんか。また戻ってこないうちに今度こそこっから離れるわよ。で、場所はどの辺なんだよ。ここから南に1キロくらいかな。山があるから迂回して1キロ半くらいかしらね。鳥で手間取っちまったからな。帰りの時間が心配だぜ。まあなんとかなるでしょ。またそれかよ。もう帰って拠点を作った方がいいと思うがな。最悪明日丸1日やれば完成するわよ。その最悪ってのはやめろ。なんでこんな場所走ってんだよ。あんたが時間時間って言うからでしょ。山ん中走るからあんま早く着いてないぜ。もう文句ばっか言ってんじゃないわよ。ちゃんと着いたからいいでしょ。今度はアーミーポストか。さっきのはファイヤーポストだっただろ。あれって軍の消防署って意味なんじゃね。消防署というか、あの高い見張り台みたいな建物のことをファイヤーポストって言うらしいわよ。だから向こうは軍の監視所だったのかもね。ほうほう。ここはじっくり探索するつもりだったけど、尺もあんま残ってないから一気に終わらせるわよ。あやい。いつの間にか軍人ゾンビも一発で倒せるようになってんな。今は鉄の矢を使ってるからねー。モッドは前に紹介したままだから、単純に矢の威力が上がっただけよ。そう考えると、前に勘違いして鋼鉄矢のレシピを変えなかったのは惜しいな。あーあれねー。まあそのうちまた手に入るわよ。それに鋼鉄矢は鉄矢よりもコストがかかるもの。現状ではこれでもなんとかなるわよ。だいぶ解体がはかどるようになったな。そうねー、この衝撃ドライバーの品質を上げるためにスキルも取ったからねー。上げた割には品質は1しか上がってねーがな。まあねー、これって補修が効くからそこそこの品質のものを手に入れれば、わざわざ自分で作る必要もないんだけど、回収作戦を上げれば解体した時に得られる素材の量も増えるから、スキルを上げたついでにこれも品質アップさせたってのが本当のところなんだけどね。ついでか。この穴って不自然じゃない？怪しいな、お宝でも隠されてんじゃね？うんうん。お、なんかしょぼそうな木箱が、無印良品かもしれんぞ。隠匿物ってカテゴリーがあんのね。今までにも出てきてたのかな。これって武器のパーツだろ。武器本体が入ってることもあるのかもな。お、これは。お、オートショットガンの設計図か。一応これで作れるようになるな。一応ねー、例によってスキルを取ってないからいいものはできないわね。こっちは弊社じゃなくて事務所の建物か。うん、ここはもうちょっと広いわよ。2階も見えたしな。地下に降りたはいいけど道がないじゃんか。ここは施錠されてんだろ。うん、おまけに防弾ガラスだもんね。オーガがあるから壊せないこともないんだけど、実はここに通路が隠されてんのよね。なんだ、お前知ってたのかよ。へへ、ここはアルファ18でも出てきた建物なのよね。じゃ来たことがあんのか。そそ、前に来た時は隠し通路のことなんて知らなかったから、さっきの防弾ガラスを必死で壊してた覚えがあるわ。レベル初期に来てたら諦めてるな普通。石斧でカンカンなんかやってられんもんな。心が折れるわね。あや、外したのか？いや、こいつは硬いゾンビ、フェラル化したやつね。あーなるほど。こうやって見るとお宝がいっぱいだなここ。いいものが出ればいいんだけどねー。出ねえじゃんか。ははは、出ないわねー。まあこっからが本番よ。毎回それ聞いてる気がするぜ。うく、はう、その箱腐ってんじゃね。まだ私たちにはこれがあるわ。残り物には服があるって言うでしょ。私はその服ってのを見たことねえけどな。まあまだスキルが上がっていないもの。当たり前っちゃ当たり前よ。
腹も減ってきた市長はこれくらいで終了だな。いつの間にかもう20時ねえ。結構時間がかかってたのね。動画をご視聴してくださった皆様、今回も最後までのお付き合いありがとうございました。今回はなんとか防衛拠点の構築までと思って編集をしていたらしいのですが、それも叶わず、やっぱり1話で1日になっちゃいました。視聴者さんも言ってたが、もはや朝の連続テレビ小説だな。おしんをもう一回見たいのよねー。お前は銀英伝の方が嬉しいだろ。それはさすがに NHK じゃやらないかもねー。それでは皆様また次回お会いしましょう。バイー。